梅沢和樹です。インターネットでは梅ラボという名前で一応活動してまして、まあ、あの梅ラボっていうのはホームページの名前でもあるんですけど、こちらの作品は、まあ、ホームページとか作り始めたの、まあ、10年以上前になるんですけど、まあ、本当それより前ぐらいに作った作品ですね。ジェノサイドの筆跡というタイトルで、今ちょっと場所が変わったりして、ギャラリーも変わってしまったんですけど、フランティックギャラリーという場所でやらせていただいた、まあ、初めての個展、エターナルホズカゾーカという、その展示の中で、まあ、一番大きなメインの作品として展示させてもらった作品です。で、まあ、キャラクターであるとかインターネットであるとか、そういったものをよくこう、まあ、趣味として非常にこう好きで、まあ、四六時それを見て全く家から出ないみたいな、まあ、コロナ関係なくもうずっと家にいて、あのネットとゲームばかりやってるみたいな人だったんですけど、まあ、その延長線上で、そういったイメージを自分の作品に活用できないかということで、まあ、試行錯誤していた時期ですね。大学武蔵野美術大学映像学科を、まあ、卒業して、その時ぐらいにこういった作品を作ったんですけど、まあ、そのインターネットで集めていたさまざまな画像をパソコンの中でコラージュして非常に大きく出力するというまあ手法を取っていたんですが、その中でもこれってまあ細かく見ると A4 サイズの矩形がいくつもあって、その紙が貼られているという非常に簡素な作りですね。これはなんでこうなったかというと、これじゃお金がなかったから自宅の A4 プリンターで、まあ148枚くらい出力して、それをこう、まあ、剥がれないのを気をつけながらですね、まあ、ちょっと剥がれたりしてたから、あの高橋さんのところの倉庫に行ってあの修正とかもしたりしたんですけど、まあ、今はそんなことないです。あの非常にちゃんとしたあの出力でやってるんですが、まあ、当時はその、まあ、ある種の粗雑さというか素朴さがありつつの、まあ、その時にしかなかった質感みたいなのがあり、まあ、それはそれで気に入ってるんですけど、まあ、ただ、まあ、ある種こう作品というのは表現であり、まあ、コレクターにとっては商品でもあるというか、まあ、そのクオリティもあるので、まあ、この時の手法のままやり続けていたら作品としてはちょっとまずいんじゃないかというぐらいの、まあ、独特なこうあのほころびがあるわけです。ただ今見るとそれがむしろすごく愛おしいというか、こうちょっと剥がれているところをこうラメのこうペンで塗って元のパネルの生地を見えなくしてるとかね、その質感と、キャラクターのようなイメージがこうごちゃごちゃになっていて、こうあんまり普通ではありえないような質感があったりしていて、なかなかこう面白いなと思います。で、まあ、ジェノサイドの筆跡というのは一応元ネタというのがありまして、風来の試練という、まあ、スーパーファミコンで出たゲームがあるんですけど、これは不思議のダンジョンシリーズというゲームで、こうそのゲームの中に出てくるジェノサイドの巻物というアイテムがあるんですね。で、まあ、その巻物は非常にゲームの中で、まあ、強力な効果を持っていて、その巻物を敵に投げるとその敵がもうそのゲームの中でずっと出てこないという、まあ、消滅させるというなかなか強力な効果を含んでいて、まあ、ジェノサイドの巻物、ジェノサイドの筆跡でこうちょっとかかってわけですね。あとまあ横長なのでちょっと巻物っぽいなというのもありつつで、まあ、意味合いとしましては、まあ、これ筆跡っていうのはこう自分が絵の具で紙にペッとなっているあのその小さな、まあ、これぐらいですね、これぐらい の, その絵の具の、まあ、アナログの、筆跡を、スキャナーで 1200dpi ぐらいでこうスキャンして画像にして、それを大きく引き伸ばして、そこにさまざまな画像をこうごちゃごちゃと詰め合わせて出力したものなんですね。だからまあこの一通りのストロークっていうのは、まあ、これぐらいの10センチぐらいのこう指とか手首とかのこうストロークでやったペッとしたあの色合いの痕跡なんですね。で、まあ、データにしろキャラクターにしろパソコンの中だと、まあ、もういくらでも引き伸ばしたりあの消せたり何でもできるというので、まあ、そのある種その筆跡というのは、まあ、あの絵の中で非常に意味を持つというか、まあ、その作家が描いてるか描いてないから、その作家の痕跡があるかないかで、まあ、作品の意味は変わってくるし、まあ、絵画の中でそれが価値を持つ、そして、まあ、それがこう紙幣に還元されるとか資本主義の中で、まあ、うんぬんかんぬんみたいな話があるんですが、まあ、その本当に最小単位の筆跡がこう、まあ、ある種消滅してるわけですね、そのデータになった時点で。ただ、まあ、それがまた再構築されてこう、大きくなって、そしてもともとこれぐらいのストロークだったのが、まあ、こう身体全体を使ってこうあの加湿しないと届かないようなこうスケールになったということで、まあ、あれその、スケールが消失してからまたこう再構築されるみたいな、まあ、ところに、この時作っていた、まあ、コンセプトのようなものがあり、まあ、それとジェノサイドの巻物、ジェノサイドの筆跡というのもなんかこういいんじゃないかという、まあ、感触がありまして、まあ、これはあの理論的に、まあ、それがこうこうでこうっていう整合性があるわけではないですが、まあ、なんかその勢いみたいなものをこうタイトルに込めたという経緯がある作品です。まあ、結構僕作品にこう、まあ、ゲームであるとか、アニメであるとか、まあ、そういう中でこう非常に強く印象づいたものをこうタイトルにつけるというの傾向があります。そのうちの一つですね、はい、変化結構たくさんあるんですけど、まあ
非常に素朴な視点で言うと、技術的な問題はまあアップデートされてきますよね。まず僕はさっき言った通り映像学科出身だったので、絵画を、しっかりとした教育機関で学んだということはなくて、卒業する間際ぐらいにいろいろ絵を描いたりとか、まあ、勉強し始めたというので、まあ、そのパネルがあってとかキャンバスを貼ってとかメディウムを混ぜてとかそういう、まあ、基本のキーがなかなか分かっていなかったので、だからまあパネルに直接紙を貼り付けていたりしたんですね。で、まあ、それは普通に改善されていって、まあ、あと出力形態ですね、まあ、自分家の A4 プリンターで出力したものを貼るというのも、まあ、面白い手法であると思うんですけど、まあ、しっかりちゃんとした業者にこう出力してもらったり、まあ、看板のようなアルミフィルムでこうしっかりと定着させるものもあれば、まあ、非常にこう美しい、割と高級なインクジェットのプリント でこう隙間なくこう、職人さんに貼ってもらってというのもありますし、さまざまな出力を基本的には、試しています。で、まあ、デジタルの作品って、まあ、そのデジタルでこう、まあ、なんというか存在しているものでそれをこうアナログに落とし込むっていうのは一体どういうことなのかというのはすごい、まあ、永遠に議論を重ねられていて、まあ、最近だと NFT とか、ね、そのデジタルでこうなんか作品に価値が担保してうんぬんかんぬんとかブロックチェーンとかいろいろありますけど、まあまあ、そういうものに僕はもちろんいろいろ思うところはありつつも、まあ、結構アナログな人間であるというのもあるのでこういう作品を作っておきながらしっかりとペイントでこう展示で見せる方が、まあ、最終的には効率がいいんじゃないかみたいな、まあ、感触もありつつこういう形態を取っているんですけど、まあ、その出力の形態ですね、まあ、個展を一応まあ4月頃に予定させてもらっているんですけど、その、まあ、ある企業さんとこうコラボレーションさせていただく形でこうちょっとなんか立体的な印刷といいますか、完全に平面ではなくこう、まあ、僕はフォトショップという、ね、ソフトで、まあ、Adobe さんの、ソフトでいろいろイメージを作らせてもらっているんですけど、その中で、まあ、100とか500とか1000とか、まあ、すごい数のレイヤーがあってそれがこう平面に落とし込まれているわけですけど、まあ、そのレイヤー そのデータ上でのつながりとこう、まあ、出力されるという時 その、まあ、レイヤー構造を反映したこう立体的なつながりがこう、まあ、ちょっと新しい出力形態でこうなんか絵画として提示できるんじゃないかみたいなことをやっていて、まあ、それも自分の中 その出力の形態の実践の一つで、まあだからこれがダメというわけではなくて、これはこれで初期のそういう、まあ、まあ、ファッションといいますか、こう、初期衝動みたいなものがかなり込められている作品で気に入っているんですけど、まあ、ただ、初期衝動的なものだけにこだわりすぎると、まあ、なんていうか、初期の良さと、初期じゃない良さっていうのは基本的に更新されているものなので、まあ、それだけでは、まあ、ダメだなと分かりつつ、今、自分が分かる範囲でのこの技術的な、こう、アップデートと、新しい、技術とのこう関わりをこうちょっとまた見たことがなかったようなこう切り口で提示できるんじゃないかというのを今ちょっと試させてもらってます。まあ普通にその時聴いていた音楽とかその時よく見ていたキャラクターとかその時よくやっていたゲームその時やっていたアニメとか、まあ、あんまりその時関わっていた人とか思い出すことはあんまないんですよね。まあそれなんでかというと関わっている人って僕そんな変わってないので、僕卒業したのは2007だからそのぐらいなんですけど、2007から200910とこう作家的活動をこう本格的にやり始めた時期で、まあ、その時ってツイッターの日本語版のサービスが始まった時期であったり、まあ YouTube の登録者数とかがどんどん増えていったり、日本でいうとドワンゴのニコニコ動画というサービスがこう始まったりとかで、まあ何と言いますか、今でいうともうツイッターとかねもう誰もやってるって感じですけど、当時はちょっとインターネットとかに詳しい、サブカル詳しいこう人がやるみたいなものだったので、まあ、いわゆるアートの、ツイッターやってる人口っていうのは100から200ぐらいしかいなかったんですね。その中でやっていたから、その時のこう交流とか質感やインターネットの風景というのを結構思い出される感じですね。で、まあ、その時の、まあ、インターネット風景というのはインターネットをこうブラウジングしていて、その時に見える景色がこう、まあ、脳内にいろいろこうインターネットのログのように溜まっていくわけですけど、そのログを今こう頭の中で再生するとこう浮かぶ景色というのがあるわけです、ね。まあ、その景色をこう作品にするみたいな、まあ、過程を含んでるんですけど、まあ今だともうちょっとこう回線の速度が速かったり、ツイッターっていうのもまあさまざまなことに配慮された上でサービスが内容やデザインが変わったりしていて違っていて、当時のその、まあ、あまり洗練されていなかった、まあ今となったもう超巨大 SNS となったその、ソーシャルなものがまだこうある種自分の作品と同じようにこうパッションがあったというか、こう、まあ、しかしデザインや完成度としてはまだちょっと垢抜けていなかったみたいな風景が思い出されて、まあ、その時の風景の質感とこの作品がすごいリンクして、
まあ、エモくなりますね、はい。まあ、そのテーマとして、去年行った個展で結構シリアスなテーマを、作品の中で表現していて、まあ、シリアスであり非常にスタンダードというか、まあ、いわゆるその人間という性がこう限りがあるもの、まあ、長くて100年とか120年とかね、こう限りがあるという、まあ、その自分がこう人間として生きていて、しかしやがて死ぬということに、まあ、非常に憤りを感じていて、それは阻止できるんじゃないかと、まあ、つまりその永遠の命についてよく考えるんですけど、意識がなくなることをこうなんとか阻止したい、しかしそれを可能性はかなり高い、それはどういうことなのかって考えた時に、まあ、そのまあ人間の歴史がこう数万年単位であるとして、地球の歴史が50億年とかあって、しかしまあその地球が始まる前からすごく長い期間、宇宙とかね、あともしかしたら宇宙の外とかもあるかもしれない、そういうすごい膨大な時間軸の中で、まあ、自分が感じ取れる範囲っていうのは100年ぐらいだとして、キャラクターとかそういった文化っていうのがこんなに日本で渦巻いてるって、もしかしたら結構限られた期間なのかもしれなくて、そこに自分の性があるっていうのは実はすごい奇跡的なことなんじゃないかと、もっと広いスパンで見ると、まあ、この広いスパンの中のどこに自分と意識が生まれるのかっていうのは、確率的にはもう本当にもうとんでもない数字で、まさに天文学的数字なんだけど、その中にこのまあ自分が非常に端的とするというか、まあ、結構ねフェチ的にこう好きな感じの、そのインターネットとかキャラクター文化っていうものがまあ合致してると、まあ、それは結構一つの奇跡なんじゃないかと思いつつも、しかし自分がこういなくなったら、それもなんていうかね、この非常に悲しいというか、自分がもし意識がなくなった時のその感じは何なのかとか、まあある程度に言うと暗闇が広がっているのかもしれないですけど、ただその暗闇が広がっているその空間に、もしかしたらこう思い出されるのはやはりキャラクター的なものなのかなと、それぐらいまあ自分が思い浮かぶものとしてあるので、まあそういう、まあ、その自分の死生観みたいなものと、こう、まあ、今までずっと自分がある種こう無邪気に扱っていたそうこうキャラクター的なものとこう、まあ、リンクさせたような作品を作っていて、で、まあ、それが何というかこうある種カタストロフィックというか、その、まあ、あの世紀末的なこう、まあ、ちょっと暗い感じのイメージに見えるんですけど、ボカ展という、ね、上野の森美術館で行われているやつに、2、3年前に出した作品もそういう感じだったんですけど、まあ、その時は結構そういうモチーフみたいなのが出てきていて、まあ、つまり自分がこうキャラクター扱っ結構素朴に好きで扱っていた、まあ、キャラクター文化、まあ、それと、まあ、その震災があった2011年もまた違ったテーマが入り込んできたというのもあるんですけど、それに加えて自分のまあこう根源的な死生観と結びついてきた、まあ、ものとして、まあ、個展の名前は黒の夢という個展を去年やらせてもらったんですけど、まあ、それの延長線上でこうより、まあ、そのシリアさんも含んだ上で、そしてその新たな技術や印刷技術とのコラボでこうよりそのまあインターネット的な風景と自分の死生観とこうあのちゃんとした形で表現したいなと思ってて、うん、まあ、だからそれをやっていきたいなという気持ちがありますね。遠隔通話はすごい皆さんやってくれるんだって、ただまあ僕もともとやってたので、やっぱこういうのになんないとやらないんだなっていう視点はちょっとまあなんかこう通話マウントみたいな感じですけど、その俺はやってたみたいな、まあ別に そういうことではなく、あの僕は障害者の方の発言ですごい印象深かったのがあって、こうまあ、あの障害者の方ってのはつまり身体的なところですね、あのまあバリアフリーな世界を当然訴えるわけですけど、それが全くこうやっぱり基本的には実現しない、なぜなら健常者がマイノリティではなくマジョリティにいるから。でもコロナになったらめっちゃ通話会議とかするようになったから、そういうトークイベントとかそういうのにこうめちゃくちゃ参加できるようになったと。でそれはもちろん嬉しいんだけど、自分たちが訴えても変わらないのに、コロナになって自分たちその健常者に影響が出ると変わるんだっていうのにちょっとまあちょっと絶望したみたいなところはあったと言っていて、その感覚は非常に重要というか、まあ、基本的に人ってやっぱ自分自身にこう降りかからないと変えよう、環境を変えようとしないというので、まあ僕自身はもともと引きこもり気質なところがあったっていうのがあり、まあ、外に出ないなら 楽でいいじゃんぐらいのあれだったんですけど、でも基本的に多くの人間はやっぱ会って話してこう何かを食べたり何かを話したりとかしないとこう解消できない何かがあると。でそういう
人間にとってはやっぱりコロナって非常に重要なあの、まあ、事件でありつつ、ただ一方であの それ以上にいろいろこうあのコロナであの解決した問題はなぜ以前解決しなかったんだろうという視点を持っている人もいっぱいいて、あのまあなんか非常に荒れ的な意見ですけど、そういった視点も踏まえて考えることは重要かなと思いますね。まあ普通に個展ぜひ来ていただきたいというところなんですけど、まあちょっとあのこの企業でこういった印刷技術でというのがあの告知情報としてはまだあの明らかになってなくて、まあ言っても問題ないと思うんですけど、あのただまあその自分のそのツイッターだとかあのウェブでこう情報を発信しているので、まあ、それをぜひチェックしていただいて、おそらく銀座にあるこうギャラリーで、やる予定なので、それをぜひ見ていただけたらなと思います。